ヤンカクパーラ1942年6月28日は、ベラルーシの詩人、作家。クパーラは20世紀を代表する、ベラルーシ文学作家の一人、ベラルーシの国民的詩人と称される。本名は、イワン・ドミニコビッチル・ツェビッチ。ヤンカクパーラの成果1882年7月7日、ミンスク州、マラジェチナ地区近郊のフォルワークの収める村落に、生まれる。 ルツェビッチ一家の起源はシュラフタと呼ばれる貴族階級にあったが、彼の両親は沈借農場の経営者としてホルワークに雇われていた。こうして彼は実質的に土地を持たない小ク実階級に生まれることとなる。彼は伝統的なベラルーシの教育を受け、1898年に学業を終了した。1902年に父が死去した後、彼は家庭教師、 小売店員、記録係など様々な短期間の職業を転々とした。初めて本格的に創作を試みた作品は、ポーランド語による感傷的な詩、ジョノで、K エのペンネームで1903年から1904年頃に完成させた。ベラルーシ語による彼の最初の作品には1904年7月15日の日付がある。最初に書籍化された彼の詩は、 その約1年後に出版され、1905年5月11日付の、ロシア語読者向けのベラルーシの新聞セベロウ、ザパドニクライにベラルーシ語で表記がある。1906年から1907年にかけて、ベラルーシ語の週刊新聞ナシャニバには彼による多くの詩が連載された。A. チャーニーブ教授の下で修行中のヤンカクパーラ1908年に、彼はベラルーシからビリニュースへ転居し、 修行を続けた。同年、最初の詩集が出版された。だが、詩集の内容が、帝政ロシア政府の怒りを買い、反政府的な出版物であるとみなされ、この詩集は、没収を命ぜられた。彼に向けられた、逮捕令は1909年に取り下げられたが、同作品の第2版が出版されると、今度は、ビリニュス当局に没収されてしまった。そのうち、 新聞の評判が落ちるのを避けるため、彼はナシャ・ニバエ気候をやめたのだった。1909年、彼はサンクトペテルブルクへと立った。翌年には、お含むいくつかの作品を発表し、1910年7月にサンクトペテルブルクにて書籍化された。1910年8月に完成した、は、彼の故郷ベラルーシの貧しさを象徴する作品となった。 彼は1913年にサンクトペテルブルクからビリニュスに戻った。1910年代のクパーラに影響を与えた者の,の一人にマクシム・ゴー・リッキーがいた。1917年に10月革命が起きたことにより、その後の彼の作品は楽天的な気風に変わっていった。彼の多くのベラルーシ語翻訳作品の中には国際主義、マルクス主義者を賛美する。 インターナショナルもあった。それにもかかわらず、ベラルーシ人民共和国の亡命者からなる、反ソビエト主義志向の国家主義者らとの関係を維持した。彼らは1927年の海外旅行中に、チェコスロバキアから国外追放を受けた際、熱心に参加を勧誘してきていたのだった。母国で新設の当局が彼に不信感を抱いていると考えられていた頃、 彼の活動はナショナリズムに変更していると、みなされたほど、報道における彼に対する批判はつもりに積もっていた。この時期は1930年代に、彼が謝罪文を公表したことで収束した。1941年、彼は、詩集、出版の功績を称えられ、霊人勲章が授与された。1941年、 ナチスドイツによるベラルーシ占領に伴って重篤な病を患っていたクバーラはモスクワへ転居し、さらにタタールスタンへ移る。しかし、病床においてもナチスドイツと戦闘中のベラルーシのパルチザン部隊を鼓舞するために彼は死を書き続けた。その翌年の百四十二年六月十八日、彼はホテルモスクワうちにて階段井戸から転落し、 原因不明の死を遂げた。この死に関して公式には偶発的なものであると発表されているが自殺または暗殺の可能性があるとする憶測を主張する者も,もいる。クパーラはソ連時代のベラルーシ文化のシンボルとして認識されている。1945年彼の未亡人の努力によってミンスクに設立された博物館は現在に至るまで ベラルーシ国内随一の文学博物館となっている。また、同国西部のフロドナ市には、彼の名を冠したヤンカクバーラ州立大学の本部がある。ありがとうございます。